こんにちは。天板アカデミー、堀秀夫です。天板アカデミーでは、私の個別のサポートでですね、どこで売っても稼げる目利き力を身につけていただくというのを重点的に教えてます。これ大体ね、自力でやったら3年かかるところを3ヶ月で教えてるという感じで考えていただければと思います。で、3年かかるってことはね、3年近くの間、目利き力がつくまでは、買った商品が普通赤字になったり売れなかったりするんでね、お金が出っ放しになるわけですね。普通の人はそんなの耐えきれないんで、1年もせずに辞めると思います。だからそれを3ヶ月でね、しかもね、他にやってる方が結構稼いでるというのを、目に見える形でこう、ご紹介しながらやっていくんで、3ヶ月はなんとか頑張ってみるかと。で、実際問題3ヶ月もかかってないです。普通に私が言ったことをやっていただいて、うまくいきましたとか、うまくいきません。買ったのはこの商品ですっていうキャッチボールをね、毎週、あるいは2週間に1回やっていただければ、だいたい3ヶ月で、2500ドルから3000ドルは売り上げられてます。これは、みんなでね、成果報告共有したいと。ね、どれぐらいやってんですかって質問多いんで、成果報告を共有してるんですけど、そこに出てきた、アップしていただいた、実績です。だいたい3500ドル。あ、これ一緒か。これとこれ一緒ですね。3500ドルと3170ドル。そんな感じで、3ヶ月かかってないですね。何が言いたいかというと、3ヶ月かからず稼げるんですけど、何も報告していただかなくてですね、何もやらないと、ずっと迷ってばかり、あるいは自己流で買うばっかり、買ったはいいけど出してないとかね、そういうのがあると、当然3ヶ月で稼げるようになりませんので、はっきり言って余計なことをせず、言ったことをしっかりやっていただいて、どうなったか報告してください。そうじゃないとね、ちょっと、サポートのしようがないと。たまにね、全く音沙汰なくて、突如、3ヶ月経ちましたけど、全く稼げませんと。いやいや、稼げませんって何やってたんですかという感じなんですけど、何の連絡もなくて、こっちからあれやれこれやれっていうのをね、言うことはないです。報告いただいてね、質問とかじゃなくてもいいです。もう、うまくいってませんとか、何やればいいんだかわかりませんとか、そういうのでもいいんで、なんか連絡いただかないとね、正直、仕事で忙しく稼いでる、あるいはね、順調に稼いでて問題ない方に、あれこれ言ってもね、ちょっとうるさいんじゃないかなと思いますんで、質問がない限り、報告がない限りは、何も起こりません。報告。質問がわかんないのは初心者としては普通なんでですね、状況はとにかく教えてください。うまくいってないのか、うまくいってるのか。仕入れに行けば買えるのか、仕入れに行く時間がないのか、仕入れに行く気がしないのかですね。楽しくやれることで稼いでいただくというのをモットーにしてますんでね。そもそも気が重くて仕入れに行かないとかいう場合は、選んだ商品を間違えている可能性が高いです。そういう場合はそういう点も含めて修正してきますんで、何しろ、何かしかの報告いただければね、3ヶ月、あるいはゆっくりペースの方でも半年あれば、きちんと月10万稼げるように指導させていただきますんで、普通は3年かかることを3ヶ月でやるんだというのを念頭に置いてですね、まめに報告してください。まめに報告ないと本当に3年かかることをそのまま3年かかっちゃいますんでね、それだと何のために、サポートを受けていただいてるのかわかんなくなっちゃいますんで、しっかりとっていうとね、しっかりしたことを報告しなきゃいけないかなと思われちゃいますけど、そうじゃなくて、やってますよと。ね、あるいはやる気はあるんですけど進んでませんと。何か、そういうのも含めて、報告ですんで、何かしかの連絡をいただければ、それに対するサポートはさせていただきます。で、それに対するサポートで、復活して稼げてる方はたくさんいますんでね、何しろ、立ち消えにならないように、ね、せっかくサポートを受けていただいたんで、稼いでいただきたいですし、全然ね、そんなすごいことやんなくても、普通以下の努力で今、アマゾン輸出は稼げますんで、報告しながら、しっかりと稼げるスキルを身につけてください。3年かかることを3ヶ月で教えてます。ということは、3年分ね、毎月1回だとしたら、3ヶ月で、
36回ぐらいの報告は、あるいは連絡はいただいた方がいいということになりますので、まめに気楽にチャットワークの方に書き込んでください。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。